いつから風呂嫌いになったの？お風呂場でシャボン玉を遊んでたのね。でその時上の妹と坂本でお風呂場にいてシャボン玉で遊んでたら、シャボン玉に明らかに坂本と妹じゃない女の子が映っててそれでギャーって逃げ出してから、まあ、ちょっとお風呂場苦手かもね。それはあるかも。なんか明らかにいたんだよね。でおばあちゃんにちょっと見てほしいって言って一緒に来てもらって見てもらったんだけど、お風呂場誰もいなかった。特に誰もいなかった。